谷崎潤一郎役源氏物語その第103回関屋続きから、右衛門之助をお召しになって御文をお言づけになります。もうお忘れになっても良さそうなものなのに、ずいぶん気長でいらっしゃることかなと助は思うのでした。この間は月せず縁があったからだと思いますが、そうはお感じにならなかったでしょうか。枕場に行き合う道を頼みしも、青飼いなしや潮ならぬ海。関森の海がこの上もなく羨ましく、妬ましく思われたことです。とあります。あまり久しく途絶えていたので、改まった気がするけれども、心の内はいつも変わりなく、つい今日あたりのことのように感じるのが癖なのだ。そんな好き好きしいことを言ったら、なお憎まれるかもしれないが、と仰せになってお渡しになりますので、ありがたく存じ上げて、かの人のところへ持って行きまして、やはりお返事をおあげなさい。まさか昔ほどのご執心は終わりになるまいと思いましたら、今も同じようでいらっしゃるのがお懐かしく、もったいないではありませんか。かようなお取り次ぎは無用のことと思いますけれども、私でさえすげなくお断りしかねるのです。女が情に任されて御帰りごとを申し上げるぐらいなことは差し支えないでしょう、などと言います。今ではましてひどく恥ずかしく、何かにつけて面はゆい心地がするのですが、お珍しいお便りにこらえられなくなったのでしょうか。大阪の関やいかなる関なれば、刺激嘆きの中をわくらん、夢のようでございます、と聞こえ上げます。愛しいにつけ、恨めしいにつけ、忘れられないものに大思いになっていらっしゃった人のことですから、なお折々はお便りをなすってお試しになるのでした。そんな間に日立の神も年の加減でしょうか、始終あずらってばかりいまして、心細くなってきましたので、せがれともにただこの人の後々のことを言い残して、何事も好きなようにさせてあげて、私がいた時と変わらないようにお使え申せ、とばかり明け暮れ言っていました。女君がとかく苦労の多いすくせで、この夫にさえ先立たれたら末はどんなふうに落ちぶれるであろうと嘆いておられるのを見ますと、命は限りのあるものですから、惜しいと言ってとどめることもできず、なんとかこの人のために魂を残して行けないものか、せがれどもの気持ちもわからないしと、心配で悲しく思っていたのですが、ままならぬもので、やがて亡くなってしまいました。その当座こそ、あんなにおっしゃっておられたのだから、などと皆が人情のありそうな風をしていますけれども、それは表面だけで、つらいことがいろいろあります。それもこれも浮世の常ですから、我が身一つの不運と諦めて、嘆きながら明かし暮らしています。が、ただあの河内の神だけは、昔から思いをかけていまして、少し優しい様子を見せるのでした。ああいうご遺言もあるのですから、私のような数ならぬものでも、隔てを大きになさらずに、何なりと仰せつけてください。などと、追従してきまして、浅ましい心の底が見えましたので、自分のような因果な身が、こんな風にして生き残っていると、挙句の果ては、どういう珍しい嫌な話を聞かされるかもしれないと、密かに悟るところがありまして、誰にもこうと知らせず、尼になりました。付き添っていた女房たちも、なんという情けないことかと力を落とします。河内の神も大層つらがって、私をお嫌いになったのですね。
まだまだ先が終わりになるお年でどうしてお過ごしになるでしょう、などと言ったりしたことでした。余計なおせっかいだ、などと世間では言いましたとやら。席や読み切り、絵合わせ、先の西宮のご時代のことを中宮がお心におかけなされて、ご催促遊ばされます。細かなことまで面倒を見ておあげになるような、これという恩後ろ身がありませずのをどうかとおぼしめすのでしたが、王位殿は院への聞こえをはばかりたもうて、二条の院へお移し申し上げることをさえおやめになり、全く知らず顔にもてなしていらっしゃいますけれども、あいない万端のお世話を引き受けて親のようにしておあげになります。院は大層口惜しくお思いになりながら、外分の悪いことなのでそれきり未消息などもなさらずにいらっしゃいましたが、入内の当日になって結構な御装束どもや、世の常ならぬお主の箱、内乱の箱、交互の箱どもや、草々の御焚物ども、くぬえ香などをまたとないように百歩の外を遠く過ぎても匂うくらいに、特にお心を込めてお整えなされてお送りになります。おとどがご覧なさりもしようかと、かねてからお心づもりなすっていらしたのでしょうか。なんだかわざとらしい感じがしないでもありませぬ。ちょうど殿もお越しになっていらっしゃいました時なので、これこれの次第でと、女別当からおんべにかけますと、ちょっとお串の箱の片一方をご覧になりますと、言いようもなく細工の細かな、奥ゆかしくもお珍しい品なのです。刺し串の箱の心場に、別れ時に添えしお串をかごとにて、あるけき中を神やいさめし、おとどはこれをお見つけなされて考えてご覧になりますと、大層もったいなくおいとおしくて、恋愛にかけては随分無理な意地をも通すご自分の性分に思い比べ、昔あの宮が伊勢へお下りになった時に、院がお心のうちにお思いになったであろうこと、こうして年を経てお帰りになって、ようようその御思いも叶えられようという時に、こんな意外な成り行きになったことを、なんとおぼしめしておいでであろう。見くらいを去って物静かに暮らしていらっしゃって、よう恨めしく感じておいでになるでもあろう。もしもこれが自分であったら、心の動揺を禁じがたい場合であると思い続けたもうにつけても、因がお気の毒で、どうしてこんな意地の悪いことを思いついて、おいたわしくもお苦しめ申すのであろう。自分もかつては因をお恨み申し上げたこともあるけれども、また懐かしいところのある優しいお方でいらっしゃるものを、などと思い乱れたもうて、しばらくじっと考え込んでいらっしゃるのでした。このご変化はどのようになさいますか、そしてこのほかにご消息は、などとお尋ねになるのでしたが、女別当は御文は具合が悪かろうと察して、ようお見せ申し上げませぬ。宮はご気分が悩ましくて、御帰りごとも物うそうにしていらっしゃいましたが、申されぬ用が終わりにならないようで、もったいのうございましょうと、おそばの者どもが勧めあぐねています様子を、音どもお聞きになりまして、それはおよろしゅうございませぬ。印だけでもお返事をおあげなさりませ。とお口添えをなさいますので、ひとしお決まりがお悪いのですけれども、そういえばあの時、世にも清らかなお姿をしていらしって、ひどくお泣きになった御有様を、幼心に、何というわけもなくしみじみ大神申し上げたのが、つい昨日今日のことのような
心地がして、亡き御息所の御事などもそれからそれへと哀れに思い出されたもうて、ただこんなふうにわかるとてはるかにいいし一言も、帰りて者は今ぞ悲しきとだけしたためておあげになります。お使いにはそれぞれに六を下し置かれます。おとどはどのようなお返事を遊ばしたやらと見たくお思いになるのでしたが、さすがにそうはよう仰せられません。院のお姿は女になって拝みたいほどなのですが、この宮のご様子もそれに不釣り合いではなく、まことに似つかわしい同士ですのに、帝はまだ大層ご幼少でいらっしゃいますので、こんなふうにことを運んでしまったのを宮も本当は不快に感じていらっしゃりはしないかなどと、人の悪いことさえ想像なすって胸をお痛めになるのですけれども、今日になって中止することなどできませんので、万事しかるべきようにお命じになりまして、細かいことはご信任の厚いすりの宰相に一切お世話申し上げるように仰せおかれて、うちへお上がりになるのでした。それもいっぱしおやめかしていると見られないように院へご遠慮申されて、普通のお機嫌伺いの体になさいます。宮の御殿は昔から良い女房衆が大勢仕えていたことですから、平素は里がちであった人々なども集ってきまして、例えようもなく華やかにしていらっしゃいます。それにつけても哀れなき御息所がおいでであったら、どんなに死骸のあることに思って世話をお焼きになるであろうと、おとどは亡きお人柄をお忍びになるのでしたが、本当に世間一般の目から見れば、あれだけのお方はめったにおありになりはしません。なかなかああは生きにくいものなので、ことに風流な方面などは一層優れていらっしゃいましたので、何かの折ごとに思い出しになるのでした。中宮もうちにお上がりになっていらっしゃいました。お上は新しい人が入内なさるとお聞きになりましたので、大層いじらしい心配をしていらっしゃいます。谷崎潤一郎役、源氏物語、その第103回、絵合わせ、途中まで、2021年6月4日。